空中と草原を駆け抜けて熱い50秒スピードランゴールを目指せやってまいりましょう。 0.97%、 まあベストタイム41秒だからギリギリではないんだろうけども、まあ、やってまいりましょう。いやー梅雨だね、梅雨めちゃめちゃ今降ってますよ、窓の外で。さあ、ん？その矢印何？え、何それ。まあ普通に走ってっていいでしょう。あの矢印が何なのかはちょっと気になるところではあるけれどもちょっと待って、そのハテナボックスなんだ。はい、でこれちょっと待って、これ何？コインか、ただの。はい、オッケー。でこれでどうなる？壁キック、パックンだね、また。はい、オッケー。でなんか3段ジャンプっぽいけど、いやその高さは3段じゃなくても全然いけるね。さあここは普通のジャンプでよくて、スピン、ひたすらパックンが多い。ちょっと即死やめて、ああこういうことか。パックン多いな、このコース。この1体のパックンなんだまあそれ無視して、よいしょ、怖いね。で上に出んのかな、右押しといてみよう。オッケーオッケーオッケー。これは多分こういった方がなんか上に出っ張ってるからね、1箇所。ほう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 。ああ、で右にワンチャン、もうぼちぼちゴールなんじゃないかと思う。おーっと、何をやっている。見ていただきましたら、お分かりの通り、なんと、チャンネル登録者数2000人を突破しました。いや本当にありがとうございます。本当にいつも見ていただいている皆様のおかげでございます。本当にありがとうございます。もう2000人なんてもう夢の数字でね、ちょっとびっくりしてるんですよ、自分でも。本当に先月4月、おっとっと、4月で1000人突破できた時もすごく嬉しかったですけど、なんと2000人の方に登録していたことができたということで、いやめちゃめちゃ嬉しいです。本当にありがとうございます。もうこれからも毎日投稿もちろん頑張っていきたいと思ってますんで、応援のほどよろしくお願いいたします。というわけで、このな先のこの坂道越えた後のこのテンポの変わり方が微妙に難しいんよな。はい、あー、はい、オッケー。さあというわけでここでゴールでございます。いやー、あー、バッテリーが少なくなってんのかいやというわけで今後ともよろしくお願いいたします。クリアできました。うわこれやばそうだな。ザ・クレイジーピースイッチタワーレベル 1.13%、 まあやってまいりましょう。ピージャンは割とね得意な方なんでクリアしたいですけどもね、やってまいりましょう。クレイジーピースイッチタワー、時間ないんかーい。あーなるほどね、下見えないん辛いよな。どうなってんのこれ。あー端っこにあるんだ。はい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 。でここも端っこか、なんかあった。あーっとー、これ1個目の P 無視していっていいよな別にではいはい、あーっとちょっと大きくなっちゃった、大きくなっちゃったはい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 、ではい、あーっと難しいね。うわ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 ー、あと一歩ー。うわー、もうなんでそこ届かねえんだよー。おいっしゃー、やったー、よっしゃー。最後の1個が届かない下りが何回かあったんだよね、5回ぐらいよーし、クリア。超極ムズ130秒スピードラン、クリア率 0%、 とにかく疲れた、過労死しそう、103分の0。すごいね、ちょっとやってまいりましょう。130秒スピードランクリア者まだ出ておりません。タケノコ&シイタケ。さあ、あ、厄介だなこれ。あとこれ左のこれはなんだ、赤コイン取るコースじゃないんならこの土管は、うん、これでも帰ってくるってことなんかな。でも赤コイン、あーでも鍵をどっかで取ってくる可能性、あーこれむずいねこれ。はいはい、え、鍵、あー、あったあった、隠しいや一回ガリガリ過ごしてさ、やってみたら来れたけど、ちょっと待ってこれ。でもさ、いきなり初っ端から隠し鍵ってこのコースちょっとやばくないか。これでもあのクリアチェックタイムが100秒ぐらいだったんだよ。だから130秒フルでやらんでもワンチャンいけるとは思うんだよね。だからちょっと一回ガリガリをやり過ごして行ってみようと思うんだけど、この辺にあったよね足場が。さあなんだ、3段ジャンプか。このバネはなんだ、
ちょっとな、初っ端から隠しだったからな、怪しいよな、このコース。なんかあんじゃないの、この上とか。なんもないんかな。バネ持ってってみる、じゃあ。で、足場がどこにあるの？あ、ここにあるんだ。おっと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 、ちょっと待って、あ、ジャンプが出んかったな。なんとも謎の多いコースでございますね。こことかもさ、ちょっと怪しい。なんかあったな、これやっぱ。このコースやばいぞ、これ多分。これ普通にやばいコースだと思う。なんかいろいろと。で、あの上に扉あるな。赤扉、鍵扉。この上にさ、バネ持っていけたら、上行けるんだけど、さすがにきついかな。まあ、とりあえずちょっとこっち行ってみよう。まずこの先。この先は普通に道があるけど、それはやらしいね。これな、ここの鍵を持って、何とかして上行けんかな、そこの鍵ドア。そこに入れたら何かが起きると思うんだけど、でもそこの取るにはバネを持って上に行かなきゃいけないんだよな。でもこの丸々で上行くんはさすがにちょっときつい。あ、いけたいけた、やった、おっしゃ、来た。これで、あ、てかバネ使ってその台に乗ったら丸々で上来れるか。あーっと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 、まあ多分正規ルートに見えるあのルートはそんなにやる必要ないんじゃないかなと思うんだけどね。まあやっても別にええけど、あんまり意味ないかなっていう。ちょっと待って、これ。ちょっと待ってよ。まあ時間、ちょっとこのパウのタワー何なんだろうな。一個も、いやなんかな、ワンチャンこれ右あるよな。これ土管か、これ本当に。なんかあるんだよな。いや、このコースはちょっと花からなんか隠しばっかあるから怪しいんだよな。これ入ってみようや、これ。これ怪しくない？なんか、うーん、いや、ちょっと予感はしてたけども、まあちょっと待って、一回戻ろう。じゃあここのルートがダメになったから別のルートを探索するとして、右飛びの道もあるかな、ワンチャン。右飛びはないかなと思う。あ、ちょっと、あー、もったいないことした。いや、右飛びこれワンチャンあるぞ。ちょっと待って、一回ちょっと見してコース。あー、でも右飛びした先は土管とかないから、厳しいと見えるけど、でも、実は右飛びした先のその辺に隠しがある可能性もあるよな、このコースだったら。しかもさ、これ最後よく見たらさ、土管出ても、壁全部塞がってるからクリアできんくね？ほら、あ、ほら、そうだよ、これ。このさ、ガリガリと土管つながってんじゃん。だ、土管出たらガリガリで即死なんだよ。さあ、ほんで、これで、パウ、ちょっと待って、ちょっと待って、怖い。パウに、はい！これで、ここに来れるんだよね。これ怪しく、このゾーン。このゾーンに何かあるがちょっと結構怪しいんだけど、ないかな。だってほら、右見て、あー、でもいけるんか、一応。でかい状態で土管から出てきてガリガリ食らっていけるな、ゴール。いけたわ。絶対無理ではなかったわ。じゃあここは違うんかな、外れかな。うん、なんもなかったわ、こっち。なんもないんか、ここ。絶対なんかあると思ったけどな。ってことは、多分な、入り口のところに土管あったじゃん。あっこに繋がってる気がするんだよな、フェイク土管は全部。で、多分これが、まあ、正規ルートになるんかなっていう感じなんだけど、多分これジャンプ一回でもしたらダメなんだろうな。この辺とかにも鍵がある可能性とかあるからな、全然このコース。ちょっと待て。これ倒しちゃって、たらダメだな、これ。なんかこっちから行けるけどね、これ。ちょっと待って。ルートとしてはパックン、あー、中の道に行かなきゃいけないんだ。怖いな、これ。あ、しくった。何やってんだよ、もう。こっちからん、いや、なんか開いてんな、でも。ちょっと待って、やっぱな、このコースクソ怪しいんよな、いろいろと。いけちゃうね、こっちからでも。ん？あ、こっちからでいいじゃん、じゃあ。じゃあ、こっちからでいいよ。右はなんだ、その隙間は。さあ、で、このど、どうなるっけ、これ。あー、こうなるか。オッケー。
あ、これワンチャンなんかゴール近づいてきてる説ない？ちょっと待って、あ、これにメット状態で入ってたら、あ、来たぞこれ、ゴール見えたぞ、やった、来た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 。さあ来たよ来たよ、クリアあるんじゃないこれワンチャン。こっち側からオッケーオッケー、いいよいいよ。さあ、え、ああ、全部あるわけではない。やった、オッケー、クリア、よっしゃよっしゃ、クリアだ、やった。一瞬全部隠しあるんかと思ったわ。よっしゃ、クリアできましたと。いやー、多分これしか成功ルートないっしょこれ。絶対なんかそこら中にさ、土管から即死のポイントもあったし、これでクリア、正規ルーツだと思います、おそらくは。いやー、クリアできたな。クリアチェック1分1分、あー、まあそんなもんか。オッケー、やった、クリアできたね。多分これ以外ルートないよな。ここで上に入らずに右に進んで、この辺突破したとしても、多分フェイクの土管に入れられて、その土管突破した先はこの入り口のとこに申されるだけですよとか、多分そんなことなんだと思うんよな。あー、でこのその上の土管もなんか裏に即死の土管1個あったから、多分それだわ。あー、よっしゃ、クリアできた、やった、130秒スピードラン。